フィゾスチグミントは、化逆的アセチルコリンエステラーゼ阻害剤の一つであり、副交換神経興奮作用を示すアルカロイドで、カーバメート類に属する。ナイジェリアのカラバル一体で種子の抽出液を、新明裁判に用いてきた豆科のカラバル豆から1864年に、ジェイ・ジョブストと、オー・ヘッセにより発見、命名された。カラバル豆の現地名にちなみ、エゼリンとも呼ばれている。 1935年にアメリカのパーシー・ラゴン・ジュリアンとジョゼフ・パイクルにより初めて化学合成された。フィゾスチグミンはアセチルコリンの代謝に干渉することにより間接的にニコチン受容体とムスカリン受容体を刺激する。2級アミンと3級アミンを有し脂質バリアを通過できる。体内ではエステラーゼによって加水分解され失活する。現在では 類炎体のネオスチグミン、リバスチグミンが医薬品として用いられている。また、この成分を参考にして多種類の農薬が開発された。アガサクリスティのカーテンにフィゾスチグミンを用いた殺人が行われる。ありがとうございます。